に入るってこと私めっちゃ背負われとる。椿様、何をなされたいのか。では古代の石切り場に急ぐとしましょう。待って、見つかったままだよ私怖い。ん、あれはのぼりさんか。あー、やめてー、こんなとこまで追いかけてくるんじゃねえよ。あれ灯火よね。え、あれどうやって取りに行くんやろ。古代の石切り場、神殿を作るための石を切り出す場所ですね。人とポケモンが力を合わせたのか、それともポケモンだけで切り出したのか。残された石を壁として利用し、ポケモンから隠れると良いでしょう。ふんふん。のぼりさん。おお、こんなところにまで。あなた様は確かウォロ様。いかがなされましたか？あなたが記憶を失ったのは、時空の裂け目が原因でしょうか？裂け目は関係ないと思いますが、何も覚えておりません。どこにいたのか、家族がいたのかさえも。時代はどうなんやろ。こっちはさ、空から降ってきたけん、あれやけど、こっちは気づいたらここにおったんよね。ってことは、地続きで歩いてきた可能性もなくは。ですので、アイナ様に聞くべきでしょう。なるほど。のぼりさん、あなたの記憶が戻るといいですね。アイナさん、時空の裂け目から落ちる前、何かありましたか？え、全然覚えてないけど、そんなの。何かあったから落ちてきたんじゃないかな。知らないけど。なるほど。自分としては不思議な雷、その源となる何かがあるのではと考えます。ほう。そうですか？いや、まあそうだろうね、としかわかります。自分が調べたところでは、大昔にも時空の裂け目が生じたとか、それゆえ名前が伝わっているのですが、裂け目の向こうにはどのような世界が広がっているのか。自分の推測としては、神王様の世界。過去に閉じた時空の裂け目はなぜまた開いたのか。なぜ綾野さんが落ちてきたのか。わからないことだらけです。どういうポーズその時空の裂け目の先があれやないん。神王地方とかやないん。違うかな。ポケモンが当たり前の世界。ウォロ様、ぜひとも謎を解き明かしてください。そうすれば、荒ぶるキングに怯える皆様の心も安らぎます。私はここに生きる皆様のことを優先しますので。自分はただの遺跡好き。調査でしたらアイナさんですよ。では、またお会いしましょう。また出ていくの？追いかけてきたんかな？なんかすごい、今にも崩れそうで嫌だな。ここを抜ければもうすぐです。急がず慌てず、先を急ぐとしましょう。あの仕草もさ、なんか記憶を失う前の何かに関係あったりせんかな。あのポケモン何？見たことないんだけど。全く見たことないポケモンなんだけど。何？何？怖い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 。こんなところにまで。え、なんか眠くなってきてる。寝ないでね、私。寝るなって。寝るなって。やめてー。え、怖い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 。とりあえずダッシュで抜けることを優先する。大丈夫そう？あ、大丈夫そう。ふぅ。え、マジで見たことないポケモンだらけやったんやけど。何に出てきたポケモンなんやろ。おっと、リングマ。あ、待って待って。その前に私さ、あれよ。ヒコザルを進化させたいんよね。進化させよう。おや、ヒコザルの様子が。この進化のさ、タイミング自分で決めれるのいいよね。ただ、進化させるの忘れることがたびたびあるけど。なんかそのまま成長させたい人とかは、おるやろうし。私全然成長してくれていいけど。イェーイ！おめでとう、ヒコザルはモーカザルに進化した。最終形態がゴーカザルやっけ。モーカザル。ほうほう。次は、何レベで進化かな？ 35 円ぐらいかな。うわ、リングマだらけやん。超怖この辺。てか目的地どこよ？待って待って待って。超怖いんですけど。
だしだしだし、あ、おったおった。ふぅ、あ、口があんぐり。まっすぐに切り立った崖の上、人が登ることはかなわないでしょう。ですが、オーニーラに力を借りれば、たやすく登ることも可能です。おー、なるほど。次の能力は崖登り？めっちゃいいやん。まるで秘伝技、ロッククライムのように。秘伝技、ロッククライム？そんなのがあるのか。はて、秘伝技。翡翠にそのようなものは存在しません。まあ、秘伝技の代わりに、こうやってなんか、ね、使えるポケモンたちがおるってことやろ？やっぱ時代自体が違うんやろうね。のぼりさんがおったのも。何かを思い出しそうです。翡翠地方にやってくる前に私は何者だったのか。でもなんか戦闘というかバトル大好きやったんやろ？で、ポケモンも扱える。ジムリーダーとかじゃない？違うかな。空から落ちてきた。つまり別の世界にいたであろうあなた様とポケモン勝負をすれば何か思い出せるやもん。え？そういう？ライバルみたいな存在持ったんよね。ポケモントレーナーやったってこと？普通に。アイナ様、私とお手合わせ願えますでしょうか？いや、まあいいけど、うん。では、ゴーリキー、出発進行！ゴーリキーかー。ムクホークにいてほしかったな。いけー、ネオラントー。飛行技以外ってさ、何が効果抜群やった？あ、これ、いや、ムクホークだわ。ムクホークだわ。あ、でも、ネオラント、エアスラッシュがいけるんか、飛行。あ、なるほどね。じゃあ一応、ネオラントでいっかな、レベル的にも。エアスラッシュ。クソ、一発じゃなかったが。いけるいける。あれ？あ、反動で何が起こったんかと思った。あ、待って、一匹じゃないんか、三匹おるんか。なるほど。もんじゃら。うわぁ、爆風が欲しい。けど、エアスラッシュでいけるかも。銀色の風もいけたね。よっしゃ、一発。よきよき、あと一体は？得意なやつかな。何グライオンって初めて見た。ちょっと待って。2回連続攻撃とかやめてよ。毒タイプ？飛行タイプかな？飛び寄るけど。待ってって。いや、これネオラ。炎タイプ？地面かな？違うね。まあ、ロゼリア。ロゼリアかレントラ、まあ、どっちでもいいや。水タイプが効くみたいやけど。でも草タイプが特にって感じなのは、ねえ、その2回連続こう、え、なんなん、何の技も2回連続なんこいつ、めっちゃ嫌なんやけど。ジュレントラレントラ、てかこの最後の一体さ、やっつけれん可能性あるよね。ちょっと待って、ポケモンじゃなくって、私なんか、あ、よろしくねえな。あれっすね。復活系のやつは持ってないんよね。なんてこったよ。頑張るしかない。でも電気ショック効かんのよ。マジどういうこと？噛みつく。ちょ、ひるんでくれんかな。全然ひるまねえ。しかも泥爆弾とか最悪。待って、ここ回復。だって、まあ私、あと、あ、ゴーストがおるんか、まだ。一応。で、噛みつくでいくわ。いけいけ。ちょ、マジでさ、私さ、爆風を置いてきたの失敗すぎなんやけど。ねえ、つら。
ゴーストゴースト。いやゴーストさレベル37なんよね。ベノムショック、あと1回分お願いなので耐えてくれ。待って効果抜群だ。あもうあともう数えるしかいないよ。いけるかいけるかお前ちょっと。おいー、これやられるやろ、ほらだってレベル差が、レベルあとこんだけやのに負けてしまったポケモン鍛えて挑み直そう。あ鍛えてっていうかさ、ちょっと待って私爆風引き取りに行くわ。いけいけ、これでイエーイ決着。あでもすぐそこにベースができたけん回復もすぐね。ブラボー、スーパーブラボー。なぜ目を閉じたの。ふうレベルアップ。あなた様はその実力で勝利という目的地に見事到着なさいました。やっぱ絶対え、あれかな、なんか電車の車掌さんとかそういう感じ、なんかポーズとか。それではオーニューラーを呼びましょう。絶対元の世界での職業がいろいろとね端々に出とるんやと思うんよね、言葉とか仕草とかに。タクシーっていうよりは電車とかそういう系な気がした今。待って、そのまま戦闘に突入。これオーニューラニャリン見た目の割になんか鳴き声に迫力が。アユナ様オーニューラです。なんかこう微妙やね、めちゃくちゃでかかったら まだあれなんやけど、微妙に人間に近い大きさって一番怖くない、なんか不気味な感じが。あなた様の奏でる旋律をオーニューラに聞かせてあげてください。特にこういうなんか二足歩行系のポケモンってね。え、もうこれで契約できる感じ、戦闘とかなし、契約完了ですかね。オーニューラはアイナの旋律を心に刻み込んだ。お、良さげ、やったね。オーニューラから猛毒プレートを受け取った。猛毒プレート、毒のタイプの石板。あるポケモンに使うと毒の力を得る。さてと、私の案内はここまでとなります。オーニューラと共に崖を登り、山の上にいるキングを沈めてください。私は寿村に戻りますので、数々の試練をくださった椿様によろしくお伝えいただければ。数々の試練。松明だけじゃね。では、出発進行。アイナはライドポケモン、オーニューラーを呼び出し、登り降りができるようになった。おー、あのカゴの中に入るってこと私めっちゃ背負われとる。オーニューラで崖登り。オーニューラライド中は崖を登り降りできます。プラスボタンでどこでも呼び出せるほか、崖のそばで A ボタンを押すことで、オーニューラーを呼び出すことができます。